今年度採用された郡山市職員の辞令交付式が行われました辞令交付式には新規採用職員47人が出席し一人一人の名前が呼ばれた後大竹寛太さんに辞令が手渡されました八木沼弘香さんが副務の宣誓を行った後品川市長が アンテナを高くして迅速に仕事をし、市民に感謝されるよう、一緒に進めましょうと訓示しました。身が引き締まる思いですし、これから社会人1年目として働く上でこで、不安がいっぱいなんですけれども、先輩職員の方々、にご指導いただきながら頑張りたいなと思っております。誠実な対応を心がけて、頼りになるような、えーと、頼りにされるような職員になりたいと考えております。 郡山市では来年度採用予定の職員の候補者試験について受験の申し込みを受け付けています受付期間はテストセンター方式は4月30日火曜日まで獣医師は年間を通してリクナビ2025より受け付けております皆様からのお申し込みをお待ちしております受験資格など詳しくは 市のウェブサイトをご覧くださいドイツエッセン市の学生2人が郡山市を訪れ工場でインターンシップを行いました郡山市とエッセン市との都市間協力の一環で15歳と16歳の男子学生が来日して郡山市を訪れています樹拝伝説美メーカー 川村電気産業の工場では社員の指導を受けながら分電盤の製造などを体験しましたまた食堂で昼食をとりながら社員と交流しましたえっ 二人は今月中旬まで滞在し朝霞海西高校などを訪問する予定です冬の間休業していた石虫ろふれあい牧場が再オープンしました石虫ろふれあい牧場は来年30周年を迎えます例年12月から3月までは冬季休業で

また、マウンテンバイクや親子で乗ることができるおもしろ自転車のレンタルができるほかバーベキュー施設なども利用できます。